やっほー、さあちゃん、みこんさん、やっほー。まこたんやっほー、ましちゃんやっほー。なんか写真これじゃない気がしてきた。ちょっとまた写真を探します。キラキラ衣装カリオ、いきなりでかーい。さかもちゃん、意地悪しちゃうぞ。ノー。ましちゃん、ハートいっぱいありがとう。制服みんな可愛かったね。でしょ？ちょっと合唱っぽい感じで。アジス、なんだこれ。なんかクッキーみたいなやつありがとう。ミコンさん、流れ星いっぱいありがとう。今回の定期公演はあの制服を着ちゃいます。バカ清掃。ちょっと私あの生誕とちょっとちょいかぶりしちゃってて草という感じですけど、ましちゃん、ハートありがとう。家賃滞納清楚系、そういうこと。見た目がね、良ければ全て良しなんです。しんぼうさん、やっほー。ガモちゃん、こんばんは。泣かないで。泣いてにゃい。セラ服いいね。いいでしょ。いや、マシちゃん来れないんだっけ。下げめ、また、いけよ、強く。下げめ、また、いけよ、強く。文化祭が大人の事情って生誕とテーマが少し被ってたから、全然違う。生誕終わってからこの合唱は決まりましたね。くるみさん、こんばんは。やっほー。着線と被っているけどリセールがあったら次第。ちょっとリセール次第説多くない？でも結構私引きいいからな、持ってるから可能性ある。負けないよ、無事完成。定期公演久々に行くか。お、待ってます。くるみさん来てほしい。久々に。てるてるさん、こんばんは。やっほー。
あ、今日元気？全然音沙汰ないじゃん最近。見ててあげるから今日はラッキーで。忙しかったの？皆さん11月23日土曜日は定期公演が秋葉原ゼストにてあります。今回は合唱編ということでですね、オッチ学園合唱部として私たち制服を着ちゃいます。イエーイ。あの清楚セーラー服ちゃうので絶対来てほしいです。合唱部頑張っちゃいます。ワンマンライブなのでいっぱい曲数もやって超お得だし、女性は500円、学生は0円と超お得ですし、入り口で私の指名入場してください、坂本里奈でって言ってください。お願いします。お願いします。坂本が一番制服似合ってる。え、本当に嬉しい。一番制服、最近制服着た人、ん、最後に現役の制服着た人から一番遠いのは私だと思うけど、何言ってんだ私制服着ちゃ、てるてるさんも着てくれる？何年ぶりの制服。いやな、制服自体はあの1ヶ月ぶりですけど1ヶ月ぶりですけど、ガチ制服はもう余裕で10年以上前ですね。推しじゃんできますか？できます。レミちゃんちゃうの？あ、もうね、私は中退してるんで中退してるんでね、私が多分長いんじゃないですか。来てないの。ショールームタイミング合わなかった。わあ、リップとかも来ないじゃん。なんかフラッグちゃん紫フリフリありがとう。あれ、さすが早熟坂本だね。早熟、そういうこと。完熟さかも、早熟さかも。ゼロで狙い打ち、パンパン。くらみさん紫フリフリありがとう。ケギワンちゃんライブ見れなくても特典会だけいつ行くつもりである。え、魂の特典会ってこと？ののちやっほノリノリの曲が多いからぼっちのライブ楽しい。え、てるてるさん来てるってこと？ライブ誰推し？間に合うはずと思うんだよね。横浜から飛ばす。好きすぎ。でも気をつけてきてね。8日のチケット取ってきた。紙チケットだったのね。そうなの？オールナイト、皆さん8日のオールナイトライブもぜひ来てくださいね。今日あのツイッターでも載せましたけど、ゼップワンマンで着た黒ドレス衣装を2回、まだ1回しか着たことないんで2回目着ちゃいます。超久々に2回目の着用です。絶対来てほしい。8日のオールナイトライブ、夜中から朝まで絶対楽しいので、泥酔爆踊りライブ楽しみすぎるので、川崎クラブチッタに遊びに来てください。一回行ったことある。坂本の物販も行ったよ。え、
じゃあ見たらわかるかも。誰推しなのテルタルさんは。テルテル本当にいいじゃん、ラブすぎてつみつみに、僕逮捕です、なになになに、なになになに、なあ、ちなみちゃん久しぶり元気？福岡行きたい。あ、紙受け取ってないやまだ、忘れてた。あ、受け取りに行かなきゃいけないのか。支払いだけ終わって満足してた。受け取らないと。オールナイト楽しいよね。今回なぜか名古屋にいるのでお休みですが。なぜかすぎ。そんな。グリーンモンスターさん、こんにちは。推しはミクチャソー。ゴニョゴニョ。ミクチャソー。ナイナーさん、こんにちは。坂本里奈です。あ、最近私、もう1、2年間ぐらい、結構ずっと、ファンの人ノートって、いう、まあ私のファンの人からはデスノートって呼ばれてるんですけど、新規で初めて私にチェキ来てくれた人の名前とかツイッターアカウントとかどんな話したかとかを手書きでノートでまとめてたんですけど、それがもう 1,2 年もやってるともう多すぎて、なかなか振り返れないっていうか効率悪いなみたいな思って、この間ツイッターにつぶやいて、なんかアプリ、そういうアプリないって言って教えてもらって、いいアプリ見つけちゃって、超いい超いいアプリ見つけてしまった。イエイイエイ。でも坂本のお話楽しかったよ。何回か来てよまた、そしたら覚えられる。あと配信最近来てくれてるけど、いつも来てくれてると覚えられる。歌がわからないので定期は後ろで紫フリフリします。ダメ、ちょっと前目に来て歌がわからないのでね、覚えてよ聞いてる家で、練習予習してこなきゃ。アットジェムは紙付けなんですよね。あ、そうなんだ。へー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 。やっぱ古のイベントってこと。私も会いに行きたいです。来年から休みが増えるので遠征も行ってみたいです。嬉しい。来年から休み増えるの？やったね。デスノート笑ったね。そう、デスノートデジタル化したの。デスノートもデジタル化の時代です。時代はデジタル化。時代感じてくさ。そう、私のデスノートもついに手書きではなくなってきたっていう。デスノートもアプリ化の時代なのよ。矢上ライトもびっくり。そう。デスノートにもし書かれたらなんて書かれてるか気になる。でも普通になんか喋った内容とか書いてるよ。紙だとすごくライブ来た感強い。確かにね、やっぱ古のイベントだから、こう古のオタクたちに刺さるようなことしてくれるわけだ。アトリバイケシポンは電池系なのに。逆にね。ピクサーチケットとかいずれ欲しいよね。何ピクサーチケットって。タラッタヨ、タラッタラマママ。タラッパパ。好きよ。タラッタ。嘘じゃないの。坂本の MC 安定感すごかった。嬉しい。四号はこんばんは。お疲れスロタさん。ぼっちももちろんだけど、ダチョウの子のグループも気になる。ガーガーです私物サインでその日のチケットにサインもらうのが密かな夢です。
あーなるほどね、私物サインってなかなかないもんね。ガーガーですよ、さすがに。大ピンチです、あと10分で家を出なくちゃ、遅刻しちゃいそうです、逃げるにしかず本気出したらかわいくなる。昨日の私ね、これブーさんやっほー。ピクサーは違う、なんか先についてきたピクサー後についてくれたことあってもさ、前についてくることなかなかないよね。チケットとか透明な、透明免じて許してお願い。かわいいだけじゃダメですか？かわいいだけじゃダメに決まってんだろう。わ、なんかお菓子みたいなのありがとうのなっち。これ何なの？お腹すいたな。23時29分ですけど大丈夫ですか？もうずっとこれが TikTok で流れてくる。それはそう、私も踊っちゃったしね。そう、なんかさ、よくあるやつ、 FC 会員特典でメンバーチケットなんか透けてるやつ、あれなんて言うんだ。え、なにそれ。あ、お菓子みたいなのありがとう。アジスポップコーン、ほう、ポップコーン、ポップコーンなのね。くるみさんポップコーンありがとう。ポップコーンなんだね。ミニポニーさんやっほー。あー、もうなんか声が終わってきてますね。かわいいだけじゃダメですか？ハートハートハートありがとう、ミニポニーさん。今夕飯なんだけど、焼きそばとファミチキ2個ととんかつ食べてる。罪悪感もこもこ。すげジャンキー。ポップコーンありがとう、プーさん、ミコンさんもありがとう。な、流行っちゃったポップコーン。ミニポニーさんハートいっぱいありがとう。ポップコーンは何味派ですか？え、私マジで ポップコーン食べないんだよね。キャラメルかな、キャラメルか塩かな。させちゃう、わかった。にゅカルさんやっほー。プーさんハートいっぱいありがとう。クリアピクチャーチケットだった。あ、じゃあピクサーチケット間違いではなさそうだったってこと？惜しかった、惜しいとこまで来てた。初めて聞いたそのチケット。最近はそんなものがあるのね。ポップコーン食べたことある？あるだろ、どう考えてもあるだろうが。キャラメル了解、了解です、了解です、了解。道中膝くりげ。でも全然食べないんだよねポップコーン。なんか惜しかったけど、ピクサーだとディズニーなんやな。ディズニーピクサーチケットなの？定期の前に坂本ちゃんに会いたいな。え、今日さ8日おいでよ。11月8日オールナイトライブ。てかさ、11月7日のさ司会のやつ、 MC ライブの MC するやつ、誰か来てくれるのかなといった感じです。
にゅにゅにょにょにゃにゅにゅにゃにゅねにゃにょ。誰か来てくれるよきっと。私しっかり特典会あるんだけど、一人ぼっちで斜め上を見上げることになる。コンセプトも守んなくていいよ。最近特典会列結構できてるね。そうなの、嬉しい。なんとか学園って始まったけど、これからはあの路線で行くの？え、行かないよね、もちろん今回は合唱がテーマだからやってるだけ。そんな、こんなね、大人ユニットがなんとか学園の路線で行くわけない。私たちもういい大人だからね。メンバーみんなとチェキ取れる機会ってあるの？マキ、みんなと集合チェキってこと？特典とかだったらあるけど。地味にどんぐりたけし見たかったから悲しみ。来るしかないじゃん。私は東袋さんのモノマネしてる人に早く会いたい。特典で集合あるのか。ありがとう。そう、特典かな。舞台19時半両国だよね。特典会時間に多分終わる気がする。ありゃまあ。その日は何？何のユニット？チキ列途切れないなら次はいいねの数増やしたいね。いや、増やしたい。途切れてるけどね。そんな人いるの？東袋のモノマネって。そう、最近さらばさんの YouTube で見てたの。最近ね、出てくるようになって、あのさらばさんの YouTube にね、気になってたの。まさかの共演です。イギリスから帰ってきた友達の舞台。あら、すごい、なんか国際交流。え、途切れてる、途切れるに決まってんじゃん。途切れないためには積む。でもつむつむもやっぱ無理はしてほしくない。もう私のファンの人のみんなにずっと言ってるのは、やっぱ無理はしてほしくないっていうのはあるんだけどね。なんか毎回いいねの数少なくて落ち込んでるよね。だってさ、全然いいねしてくれないんだもん。普通に落ち込んじゃうよね。
でもさ、こうやってさ、いいねしてよって言いたくもなるけどさ、まあいいねしてよもそうだけど、それってまあ私の力不足って言われたら、もうそれはそれでもう終わりなんよと思って、こう複雑な気持ちになる。なんか義務ですんのも違うし、義務でライブ来るのも違うし、義務でチェキ取るのも違うしねっていうね。画像付きツイートはぼっちのメンバー全部いいねしてるけどな。優しいまこたん、おもろくていいねすること多いな。そう、私なんか画像のツイートより字だけのツイートの方が全然なんかいろんな人に見られてて、インプレッション高かったり、いいねも多かったりするから、もう画像を載せない方がいいって感じじゃない気まずい、気まずくてくさ、義務で来てる人は来ないと思う。そうだよね、行きたいから行くし、撮りたいから撮りに行くよ。ありがとうございます。僕は義務いいねしてるよまあ義務いいねも嬉しいんだけど、ね、TikTok のあの桜コメントも嬉しいし、ね、みんな桜コメントしてっつって桜でも何でもコメントされた方がやっぱ動画は伸びますから。義務でもないのに5週連続見に行く。でも義務じゃないからこそじゃない、やっぱ素敵なことです。最近は坂も現場多くて充実した、お得してるね、充実ライフ、やばい、アイライフみたいなこと言ってる。桜コメントくさ、いや桜コメントもやっぱコメントはコメントですからね、1コメントは1コメントですからね。次の定期もメンバー一周チェキし、あってかさ、そう今日に言いたかったんだ。なんかさ、みんなにさチェキ、メンバーにさチェキ行ってさ、最後に坂本ちゃんに来てねって言ったのにさ、来ずに帰ったって言いたかったんだ。みんなに行ってもいいけど坂本に絶対戻ってきてよねって言ったのに、ちゃんと桜ですって書いてる。優しさよいやそれ優しさじゃないよ。ファミチキ2個多かった、持たれそう、持たれるよそれは。え、そう、坂本さんに言いたいのは、もう全然あの他のメンバーに行っても全然いいんですけど、坂本があまりにも暇そうにしてるときはできれば坂本に来てほしいっていうところですね。あの私がまあいっぱい列いるときもどっか行ってほしくないけど本当はね。でもなんかね、あまりにも私も暇なのに他の子のとこ行ってた、涙が出ちゃう。戻ってます、えらい、バレてた、バレてます。こう見えて緊張とかするからいけませんね。え、マシちゃんはそうだよね。いや、スリーショットチェキとかさ、なんかそういう、なんかちょっと私が紹介するよ。遠目から暇そうにしてる時の坂本ちゃん見るの好き。え、最悪嫌なんだけど。特別な生誕の特典とかのみ以外は行かないけど、えらい、マシちゃん一途で。坂本ちゃんどのタイミングで並ぶかいつも見てるよね、様子伺ってる、列空いてるの見て自分が行くと他の人も来がち、招き猫なんちゃん。ワッチさんの記事がとても可愛いです、ありがとう。ミニポニーさん、ハタハタハタ、ありがとう。おでんまだ気に入ってるのはここだけマシちゃんのこのアイコンもなんかおでんくんみたいじゃん。はあ、かい、それ思ったんかい思っててくさ、
誰が選んでもハッピーエンド。こんばんは、こんばんは、アナくん。オタです。まあひよこやらせてもらってますけど、ひよこちゃんね。 45分まで配信しようかな。11月23日土曜日定期公演ワンマンライブが秋葉原ゼストであります。今回は合唱がテーマということで、超清楚制服着ちゃいます。ワンマンということで曲数も多いですし、絶対来てほしいです。女性は500円、学生0円です。来てね。そして11月8日明日、明後日、しあさってかなは、川崎クラブチッタにてオールナイトライブがあります。私たちの出番は0時半からですけれども、朝までいるし DJ 大の字タイムも一緒に出てきて、泥酔爆踊りライブをお届けしますので、ぜひ来てください。超レアな黒ドレス衣装、ゼップワンマンの衣装着ちゃいます。そしてもう時系列めちゃくちゃなんですけど、あの11月7日は私が、あれですね、今さ声聞こえてた？配信途切れてたから。聞こえてなかった、止まってた、すいません。11月7日私がライブの MC もやっちゃうので、そちらも来てほしいですし、特典会ちなみにありますので来てほしいです。7、8、23、お待ちしてます。お待ちしてます。それ以外のライブもお待ちしてます。てんこ盛りです。来てほしいです。お願いします。はい、ということで皆さん暖かくして寝てください。本当にありがとね、夜遅くまで。おやすみ。アルメリさんこんばんは。暖かくして、もうやばい、暖かくして寝てね。バイバイ、おやすみ。また明日ね、明日配信するね。